40分まで来たね。ストーリーの方は終わりが近そうな気がするね。よし、今日も行こう。エリア6、アクシスアークス。いよいよ最終面っぽいところになってきたね。必要な IC キューブはいくつかわかんないけど、5面あるって感じだね。0、15ってことで。行こう。どんなステージなんだ？え、1面目から来る？ムービー。アクシスアークス。敵の根城だよね、でも。ワープスターよね。さあ。ここ落ちる、もう落ちるわけにはいかないんで、てか残機そんなないんですよ。なんでか知らないけど残機そんなないんで、まずは向こうに行きます。導かれてるね。導かれるままに進んでいきます。そしてワープスター。カービィも不安そうな顔してんな。どこに繋がるんだ？閉まりかけてる扉に入った！アクシスアークスの中に。さあ、この中は一体何があるんだ？今までと全然風紀が違う、とこに来たな。なんやこれ。これがハルトマンか？うわあ、撃ってきた。なんやお前。これがハルトマンっていう人か、言っとった。壁画があるけど。いや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 、並びすぎでしょ。エスパー。じゃあもう、いいって肖像がどんだけあんねん。肖像が多すぎるやろ。どんだけ、ちょちょ、またある肖像画だらけやな、これ。もしかしなくても。もしかしなくても肖像画だらけだな、これ、多分。あ！ここで何かくれるってことはだよ。わ、忍者か？ストーン。え、それやったら忍者かな。エスパーのままでよかった気がするけど。セキュリティサービス！マジか！ここに来て、新敵出てきたな。危ねえ！なにこれ？攻撃与えるとダメージが出んのか？あ、細かいな。受けたダメージが、さあ、自分でわかるんだ。危ない！どうしよう。そうだね。ガードは、まあ、万能じゃねえな。この野郎、この野郎、この野郎、この野郎。213、213、213、20、19、19、19、19。あ、いや、わかんねえ。わかんねえ、攻撃。攻撃がわかんねえ。そこだ！いた！中ボスにしては、やりおる。はい！はい！オッケー！これ、吸い込めんのか？何？ボタン押した。え？待って、爆発、それ。わぶねー！爆発すんのか、最後。最後、自爆スイッチみたいなのあんのか。なんてやつだ。あ！でも、回復アイテムが置いてある。いただきますね。宝箱はある。宝箱を取れる？あー、取れた取れた、よかった。素直に取れてよかった。よし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 。風だ！風が吹いてる。忍者。忍者はもう持ってる、今。今俺が持ってる、忍者は。あう！あ、危ね！うー、危ね！風に押されるわけにはいかね。風に押されて落ちるなんて、そんなね、くだらないこともう6面でしたくないよ。もう何面だと思ってんのって話だからね、正直。もうね、落ちるとかいうミスね、カービィじゃありえないんですよ。カービィで落ちるとかいうね、くそくだらないミスね、もう見飽きたでしょ、みんな。てーてーてれでんて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 れ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 いけ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 、走れ走れ走れ。落ちるとか気にしてたらもうこの先進まねえわ。おーおーおーおお、ああすげえ無敵のまま倒したセキュリティサービス。てんてんてん。
あー終わっちゃったか。あれ？これは向こうに行きたいね。これこうじゃないの？よし。なんでお前らそこにずっとおんのよ。なんで君たちはそこにずっといるの？解放してあげてもいいけどさ。自由にしてあげるよ。もう取るもん取ったしね。じゃあね。うむ、なるほどね。よし、素直に行こう。あー、なるほど。1対1のタイムアウトというわけか。良い、いいだろう。よし。忍者が割と強いぞ。どっちだ？先を見てからの方がいい。こっちだな。どっちでも変わんないのかな？あ、あんま変わんなかったか、どっちでも。いったー！とりあえずアンチを作りたいな。一体だけいるあいつが気になるけど。あぶねー。で、これで、ステッカーが入るが。あぶね！落ちるわけねえかね。あー、でも、ここに、ステッカー、IC キューブあるかなー。あ、上か。よし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 。シミラだ。シミラ欲しいな。ミラーもらうか。万能だからね。突進攻撃も無敵判定あって強いし。ゴールが見える。開いた！わ！後ろから撃ってくんのか、絶対。後ろから撃ってきつつ、あ、いいね、ミラー。それ万能。反射できるもんな、ミラーだったら。ミラーだったらそれが飛び道具反射できんのか。え、じゃあこれもさ、いけんじゃないの？あー、なるほどね。総裁に持っていけるか。ほい。ほい。あー、そうなるか。でもミラーやっぱ強いね。へー、スパティラではそんなに自分使わなかったのに、ミラー、当初は。ほう。いた！やるじゃねえか。撃てば撃つほど本体に帰ってくるぜ。撃てば撃つほど自分に帰ってくんだぜ、セキュリティサービスくんよ。撃てば撃つほど帰ってくる。わからないのか、それが。最後、自爆スイッチ押す。死んでもただでは起きんと言わんばかりにね、自爆すんな、お前。でだよ、IC キューブが見つかんない。IC キューブどこまであったのかな？ん？なにこれ？この上何？この上なんかあるやろ！おい、ここの上！これ何や？おい、なんか宝箱落ちてきたぞ。やったー。どっちかといえば、割と楽な方だったな、手に入れんの。あー、やばい。おー、てて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 。うわー、ビームだらけだ。安全地帯を見つけて、進んでいく感じだね。え？あ、やべ！強制スクロールになった！強制スクロールにもなんのか。アンチはね、星が示してくれるのか？あと。なにこれ？取っとくか！スリーピー！あやばい！痛い！なんでスリープが置いてあんの？あ、ほんとだ、ベッドだ、あいつ。あいつベッドのマークになってる。ずーる。痛い！どこがアンチかわかんねえ、これ。
これ待って、どこがアンチかわかんないんだけど。やばいな。なんで強制スクロールにスリープ置くんだよ。なんだお前、なんで乗ってんだ。乗るか。え、DS を傾けるの？待って、DS 傾けるは聞いてない。 DS 傾けるギミックは聞いてねえな。やばい、 HP もやばいし。あ、使うとくか。え、DS 傾けんの？収録しながらだから難しいんだけど。収録しながら DS 傾けるってさ、相当なこと要求してるぞ、これ。よし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 。で、上だね。オッケー。危ない危ない。倒して、美味しいね。美味しいもも取って、傾ける。左になんかありそうだな。ステッカーだったわ。傾けんのすげえ独特の操作だからやりづらいんだけど。急にここでジャイロ使ってくんのかよ。よし、オッケー。ヒヤヒヤするな。なんだ？あそこに、あー、これと一緒に進んでいくタイプだなー。でも、わかるわ。持って進んでいくタイプだね。一緒に、一心同体だ。一心同体で進んでいくしかないね。一心同体で進んでいく。一心同体。一心同体。様子を見よう。シャッツオがいるんだよね。落ちるとかいうミスね、カービィじゃありえないんですよ。そうか、これを持ってるときは多段ジャンプできないんだ。一回しかジャンプできないんだね。てっきりもう飛べると思っちゃったじゃん。いやー、引っかかったわ、我ながら。多分勝手に落ちてったようにしか見えないよ。何通声上げて飛んでったんだ、俺も。だからこれあれだね。こうだね。あ、こうだね。一回しかジャンプできないのはちょっとね、予想外だったわ。今までそれを知らなかった俺も悪いわ。で、こうして、一心同体、一心同体。一心同体で進んでいく。大丈夫だね。ジャンプ、引き寄せ、ジャンプ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 。回復アイテムありがたい。で、一緒のところに揃えて、パラソー。え？これ持ったまま中ボス？押して！あはあ！セキュリティサービスが一発で死んだ。あ、いい、ちょっと、いいのか、あれ。セキュリティサービス一発でやったけど。あ、なにこれ？入っていいのかな？いや、多分こっちっぽいな。それやったら。え？てて。痛い！こっち行くんじゃないの？とりあえず。とりあえずあのスイッチ押せばいいんでしょ？で、押して、なるほどね。パラソルの機動力を生かそう。痛い！あー、パラソル追ってった！ポイズンもらうか。
で行って、行けないな。あ、こうだ。オッケー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 。ポイズンを使うステージだったのか、そもそも。オッケー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 。バッテリーだ。これ持ってかないとダメなんだろうな。どこに持ってくの？あ、ちょっと耐えなくちゃいけなかったのか。で、入れて、ワンナップとゴールドが交代すると。ワンナップありがたい。スリープがいるね。だからこれ持ったまま耐えなくちゃいけないってことだね。まあ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 、これは使用さえ分かってれば、大丈夫なはず。なるほどね。オッケー。で、おー、回復アイテムか。リーフももらえるね。リーフちょっともらおうか。リーフは万能だしね。リーフカード万能だし。おー、邪魔だね。いた！やばい！よし。はい。バッテリーどっかあった？そういや。バッテリーどっかあったかな？え？なに？あー、わかった。多分俺見逃してるわ、バッテリー。あそこだわ。あー。強制スクロールになってる。気をつけて。気をつけて、強制スクロールだ。IC キューブもあるよ。IC キューブもあるけど、どうやって後ろに、IC キューブ完全に見逃してるけど。いやでも戻ると思うんだよね。多分。全部のスイッチを押しつつって感じか。多分全部のスイッチを押す必要があるかな。で、押して、戻って、オッケー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 。で、戻るんだね。で、こっちも強制スクロールか。IC キューブの場所は覚えてるし、道はすべて開通してあるから大丈夫なはず。よしよし、ワンナップ取って、で、リーフのね、無敵回転活かして、IC キューブ取って、で、もうちょっとでゴールのはず。慎重に一歩ずつ OK！ デレデレデデ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 さあ3面3面は一体何のギミックあるんだ。ロボットが欲しいな早速。あー、ポピーもらうか。ボムもらって、あるじゃない。行きましょうや。はめる。回す。回してみる。とりあえず。とりあえず回してみる。あー、なるほど。こうか。これで合ってるね。で、はめる。回す。一回ここで降りる。はめる。回す。あんで開けるか。さあ、ロボットと一緒に行こう。ボム吸い込んで、ボン、いけ、次元爆弾。次元爆弾だから強いぞ。壁沿いにこう張って進むからね。あ、強いな。あ、強いわ、ボム。あー、うん、ちょい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 。飛び道具って強いんだよな、やっぱり。壁沿いに走る飛び道具とか、もう強いんだよね、どう見ても。あ、お前敵だったな、そういや。ほら。ボムは強いよ。で、上？なんかあるけど。まあ、ボムを入れさせればいいってことだよね。ボム入れさせて、スイッチ押して、こっちになんかある？はい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 。あー！オッケー！いいね。チリ。おら、おら、おら、おら。
基本的にこれに乗っとるときは早々死なへんでな。まあ、インチキだもんね、もはや。性能が。ロボットすげ、ロボすげえ性能インチキだもんね、こうしてみるとね。だって、バトルで負ける気しないもん。なんかあるなぁ。いってぇなぁ。よし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 。まあ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 。あれ？はめてならどうするんだ？あ、こうか。雪だるま、炎、雷、宝箱。雪だるま、炎、雷、宝箱。あ、倒しちゃった。多分だけど、まず、雪だるまを作ります。で、持つ。で、溶けてくる。ああ！溶けてる溶けてる！おいで！はあ。で、また作って、踏んどいて、急いで！あぶねえ！で、持つ、踏んで、ああ！じゃあ置いとくか、一回。一回置くか。で、はめる。で、雪だるまを、おい、しょっと。うんうん。で、これで何もらえるんだ？ 1 アップもらえるのか。星もあるね。で、こっちは何？あ、進んでよかったのか？てか、今の。うわ！雪だるまと、大砲。炎が欲しいな。あ、違った。ごめんね。なんだ？あ、てかもう行けない、下に。やばい。どっちにしても下に行けなくなった。IC キューブ見逃した気がするな、そう考えると。あー、炎いるなー。炎欲しかったな、どっかで。あいつじゃないの？あー、大砲ここまで持ってきて、大砲を、ファイヤーで放つんだ、多分。そこまでしないといけないのか。なるほどねー。よう考えられてるわ。ファイヤーがあれば、大砲でいけたもんね。右。うん。はめる。まあ、ゴールはこっちだよな。ソードで切る。ゴールはこっちだからな、まあ一応は。でもこれゴールに行かなかったらどうなってたんだ？あ、下でもよかったんだ。ステッカー狙って、下からこれ上がってこれんじゃん。なんだ。てか IC キューブ、二つ見逃してんのか。いや、ステージが構造が複雑になってきてんな。これ大丈夫かな。テレテレテレテテ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